そろそろ来てくださいよ、マジで。どうなっとん、このガチャ。あ、確定じゃね、これ。やった！オッケー、久々の黒。誰だろう。おー、やっと来たー、いい選手。うわ、これは嬉しい。おっしゃー。おい、コナミ。あざーす。おう、497。了解です。じゃあよろしくお願いします。さあどんどん行こう。どんどん行くよ。うい、開いてる。はい、ドカーン。かー、惜しい。意外とシュートまでいけねえんだよな。ラッキー、オッケー。ごっさんでーす。しゃあ、とりあえず先生、追加点欲しい。よしよしよし、空いてる。こっち、オッケー、イエース。よーし、理想的。よーし、どんどん攻めていくよ。オッケー。うわー、この位置はやばい。やばいやばいやばい。うわー、マジかよ。やるなー、負けてらんね。攻めるのみ。いいよ、空いてるね。よっしゃー、オッケー。いいね、いやー、よく取り返した。よし、これでがぜん有利だぜ。あとはしっかり守りきる。いや、守りきるには早いか。よしよしよし、オッケー、とりあえず取ったね。よし、これで鳥かごと見せかけてプレッシャーに来たところを追加点だ。全然取りこねいや、勝つ気あります？取りこないと勝てないよ。あー、なるほどね、我慢比べだ。いいですよ、だって2点差で勝ってるし。絶対俺動かねえからな。え、全然いいよ。おい、俺動かねえからな。いいよ、このまま試合終了まで動かねえぞ俺。おい、通り来ねえと勝てないよ。これまさかコントローラー置いてんじゃねえのか。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 おい、取ってみろ。置いてるな、これコントローラー。じゃあ1点決めてやろうか。動くんかーい。ははっ、チキショー、先に動いちまったぜ。心理戦で負けた。おいおいおい、よっしゃー。今鳥かごしようとしてたでしょ。そうはいかないよ。あー、出た出た出た。ドリア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 。いや、なんでヒールリフトしたの、この場面で。おっと、それはファールでしょ。
いやーちょっとイラついてる感じかな。まあとりあえずね、とりあえず点差離れてるからまあ負けんだろ。これは勝ったな。あれこれおいおいおい、もしかしてこれポーズメニューで放置する嫌がらせじゃん。あーそういうことしちゃいます、そういうことするんだったらこっち回っちゃおっかな。前も別の動画で言ったと思うんだけど、まあこれ多分相手は嫌がらせのつもりでやってるんでしょうけどね、全然効きませーん。いやだって勝ってるもん。負けてる時にやられたら悔しいけどさ、勝ってるからね、全然効かないよその嫌がらせ。よし、やっと終わったぜ。絶対煽ってやる。チェフゴー、チェフゴー、チェフゴー。もう限界だ。よし、オッケー、オッケー、オッケー。見たか。そしてこれが本当の煽りだ。チャカ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 。え、何？ヒールリフトしてます？あ、全然効かないです。チャカチャカチャカ。はい、お疲れ様でした。試合